ライオはトゥルー、あなたは信じる、ちまたに転がる都市伝説紹介チャンネルの小脇です。アンバサントリーです。今日の、クエスト本来やりたくありません。え、今日何の日か知ってます？山の日。え違いますよ、はい、ホーコアの日ですよ。あ、そうなんや。ホーコアのスペシャルの放送日なんですけどね。見えひんけどね。まあ俺は見えひんねんけど、本当にあった怖い話の略じゃないですか。見ろよ。は？はそれを紹介する人間は見ろよ。じゃあこれね、さっき言うときますわ、はい、スタッフがめっちゃやれやれ言うてくるんですよ、はあ、スタッフね、オカルトめっちゃ好きな人いて、はい、これ絶対やった方がいいですって、ってたまにはちょっと怖い映像が好きな人もいるんでって言われ、まあ、シャーなしでやってんねんけど、そんなスタッフが厳選した本コアの話をいくつか紹介しようと思ってて、はい、そうすると本当にあった怖い話って、まあ、どういう番組かというと、はい、1999年から放送されてるテレビ番組で、ホラー系のショートムービーを流した後に岩子出島という言葉から始まる謎の儀式を行った上で、それをまあ稲垣吾郎さんがまあ解説するというものなんですね、はい。まあ、岩子出島って何か分かります？あ、長崎の方にある島の一つですね。なんかありそうやね、そんなの。違うね、マジで怖いの逆さ読みなんですよ。あ、なるほど。で、今回放送されるのは白石麻衣さん主演滞留する後、鈴鹿央士さん主演誰にも貸せない部屋、中村アンさん主演視線の出所のようなんですね、うん。僕たちのね、決して得意分野ではないんですけども、やっぱり夏といえばね、怪談という人もいるでしょうか。まあまあまあ、今日は特別版ということで、最後まで見てるとね、ちょっと恐怖体験が味わえると思いますので、ぜひ最後まで見てください。過去のコメント欄でもね、ぜひ本コアの特集やってほしいと。今までさ、アンビリバボーの都市伝説紹介とか、探偵ナイトスクープのちょっと都市伝説に寄った回を紹介したりとか、もちろんやりすぎ都市伝説、そうですね、テレビ番組のコーナーを紹介したりもよくしてたじゃないですか。本コアはね、ほんと今までやってこなかったの不思議なぐらい、もうずっと僕らが逃げてたんでね、はい、っていうことでね、なんでね、そもそも夏に怪談をやるかっていう、そもそもの理屈知ってます？それは暑いからよ。怖い話聞いて寒ーってなって、鳥肌やーってちょっと涼しくなるよっていう。なるほどね。これお盆と関係があるそうなんですよ。お盆にはあの世から死者の、まあ、魂がこう帰ってくるよね。家でナスやキュウリの馬を作ったり、迎え火を焚いたりなどして祖先の、まあ、霊魂をお迎えするわけなんだけども、そうですね。ただですね、この時期には祖先の霊魂だけじゃなくて、恨みを抱いたみたいな怨霊や無縁仏までもが、まあ、この世に舞い戻ってきてしまうらしいですね。でそんな浮かばぬ死霊の無念を語り、その魂を沈めるという役割が階段にはあるんですよ。そうなんですよ。この賢くなったね、これね。そしてそんな背筋の凍るような怖い話を毎年夏に特集してくれた本コアというわけなんですね、はい。今夜は数多くの怖い話を扱ってきたこの番組から、背筋が凍りつくような特上の怪談話をスタッフ厳選したものを用意してもらったんで、僕はね、怖い感じでちょっと紹介していますね。心の準備はよろしいでしょうか。本コア史上最強エピソード。まずご紹介しますのは、2009年に放送されたエピソードで、顔の道というものです。はい。はい、これキャスト、佐藤健さん。はいはい。はい、謙信。これは本コア史上最強という風にね、噂されてるんですけども、もしかしたらこの当時、この話を見てトラウマになってしまった人いるかもしれません。はい。どんな話かと言いますと、当時付き合っていた彼女と川釣りを楽しんだ主人公の藤沢は、その帰り道、彼女の運転で山道を降ります。おう。すると、山中に突然、電話ボックスが現れ、その中には白い洋服に黒い長い髪を下ろした女性の姿が見えました。幽霊や。だってそもそもさ、電話ボックスってちょっと不気味さめっちゃ醸し出してるよ。そうね。なんか暗い夜道が光光と光っててさ、なんか誰かいるんじゃないかなとか、電話をかけても誰か後ろにいるんじゃないかって、なんとなく怖い感じなんだけど、そこに長い黒い髪のね、女性がもし入ったらちょっと怖いやんか。お、まあ、それおかしいなと思い、もう藤さんも振り返って、電話ボックスの中にはもう女性の姿はありませんでした。うわ、まあ、それにまあ藤さん驚きますよね。車を運転していた彼女に、今の見た？と尋ねます。すると運転中の彼女はそれに答えず、路肩に車を止め、仮眠を取らせてと言って寝始めてしまったんです。よい日ってこんなところでと思いましたが、すぐに彼女は寝てしまいました。すると突然彼女がうなされて起きて、あれ？女の人は？と謎の発言を残して再び眠り始めました。ほう。もうこの段階でちょっとね、嫌な予感しかしないわけですけども、怖いですね。それからしばらく時間が過ぎても彼女が起きる気配は全くありません。運転免許証を持っていない藤さんは携帯電話で友人を呼び助けてもらおうとするものの、なんと圏外。あら。そこで仕方なく先ほど女性の姿が消えた電話ボックスへ行き、小銭を入れて電話をかけようとします。ですがいくらお金を入れても公衆電話から電話をかけることができません。公衆電話を諦め車に戻ろうとしたところ、
富士山は一軒の豪華な洋風の家を見つけます。その窓からは一人の白い服を着た人影が部屋の奥に入っていくのが見えました。そこで人がいることに気づいた富士山は電話を借りようとその家に近づき、すいません電話をお借りしたいんですけどと大きな声で問いかけます。ですが返答はありません。しかしその時奥から物音がします。その音に吸い込まれるかのように富士山は家の奥へ入っていきました。するとそこには驚くべき光景が広がっていたんです。なんとそこは椅子などがひっくり返り、カーテンは閉め切られ、というようにひどく荒れている状態、人が今も暮らしているような様子ではなかったのです。するとまたもや奥の方から物音がしました。音のする方へどんどん藤沢は進んでいきます。その先には階段がありました。どうやら音がする場所はその階段の方向だったようです。藤沢は何か嫌な予感がしてその場で立ち止まります。すると静かに階段の上から足先が見えないくらいに白く長いドレスを着た人型の何かが降りてきます。ですが明らかにおかしい。それは普通の人間よりもはるかに体格が大きく、とうめき声を上げながらこちらに近づいてくるのです。そしてその女性の顔が見えようとした時、富士山はある異変に気がつきます。なんと女性の頭がないのです。そのことに気づいた藤沢は急いでその家を飛び出し車に戻ります。辺りはすっかり暗闇。まだ眠る彼女を揺すって起こそうとしますがなかなか起きません。するとなんと彼女の様子までおかしくなっていき、夢を見ているのか寝言を言い始めながら苦し始めます。その寝言でなんとこう言ったのです。来ないで、こっちへ来ないで、女の人が近づいてくる。そしてうめき苦しむ彼女を藤沢は叩き起こし、ようやく彼女は目を覚ましましたが、焦っている藤沢の姿を見ても状況を飲み込めない様子でした。藤沢は必死に首のない大きな女性に自分たちが追いかけられていることを伝えます。しかし彼女はキョトンとした表情、何を言ってるの、女って寝ぼけたんじゃないの。そして藤沢と彼女は止めていた車を再び走り出そうとエンジンをつけます。そして車のヘッドライトを灯した瞬間、もう怖い、フロントガラスに真っ白な顔で不気味な笑顔を浮かべていた女性の頭が、その後二人は一目散に車を走らせ山を降りました。無事に家まで帰宅できた二人は車を降りたのですが、彼女の方が車体を見て怯え始めます。藤沢は運転席側に回り込み、彼女の見る方向へ目線を移すと、なんとそこには血でつけられた無数の手の跡がべったりついていたのです。解説役を務める霊能力者の下よしこさんによると、事故で恋人を亡くした女性の霊が自ら命を絶ってしまい、未だ恋人と再会できずさまよっているものが現れたということです。どうですか。というわけでね、今日の動画をお楽しみいただきありがとうございます。まだあるんですよ、まだあるんですよ。これ1個目ですよ。これさ、もう言ったら物語自体も怖いけど映像のやっぱ怖さあるやんか。もう無理無理。じゃあもう無理なんで無理よ。何やあの首とか血の手とかも。そうだから通常だったらね、なんでそうなったのかっていう経緯まで細かく過去編が書かれてね、なんかちょっと同情するシーンみたいなのがあると思うんですよ。もうないから余計怖い。だって想像しちゃうから何があったのかを。だからこういうの見ると車に乗るのも億劫になるし、公衆電話で電話かけようと思わへんくなるよな。いやほんまにマジで怖いんだよ。おまけわからん洋館注文の多い料理店だけでええやん。なんか怒ってる部分はちょっとベクトルが違いすぎて。2つ目のエピソードいきますよ。迫り来る黒い髪の女。次のエピソードは2005年に放送された黒髪の女です。それは高校3年の夏休みが明けてすぐのことでした。ちょっとした事故で足を骨折してしまったしおりはしばらくの間学校を休むことになったのです。父親は海外へ単身赴任、母親は仕事のため昼間の家にはしおり一人でした。そんなある時、外からピンポーンピンポーンと永遠とインターホンの音が聞こえます。窓から外を覗くと、そこには真夏にもかかわらず真っ赤なコートを羽織り、腰の位置くらいまで伸びた長く真っ黒い髪をした女性が近所のインターホンをずっと鳴らし続けていたのです。怖いね、ちょっとね。これ見たことあったわ。これ知ってる。ああ。続きないんだったらね、ちょっと口を挟めたんです。はい。しかもですね、また別の日、また同じことが起きたのです。またもピンポーン、ピンポーンとインターホンの音が繰り返し鳴り続けました。しおりがまた窓を開け、外を見ると、あの時と同じ格好をした女性が、あの人は別の家のインターホンを鳴らし続けていたのです。怖い。一度は無視したものの、その音は鳴り続け、うっさいなと思い、もう一度再び窓を開けると、そこには女性の姿はなく、音もピタリと止んだのです。キッチンへ飲み物を取りに来たしおりは、もう一度、ピンポーン、ピンポーンというインターホンを聞きます。今度は玄関から覗くと、赤いコートの女性が、お向かいの家のインターホンを鳴らしていたのです。さすがに苛立ったしおりは、すいません、いい加減にしてください
それだけ押しても出てこないんだから留守なんじゃないですかと、その女性に声をかけます。すると赤いコートの女性は一度動きを止めます。それを見たしおりは家の中に入りますが、もう一度外を確認しようと玄関に戻ると、なんとすりガラスからその女性がこちらを見ているんです。次の瞬間その顔はなくなったものの、なんとしおりの家のインターホンがピンポンピンポンと鳴り出したのです。帰ってきた母親にそのようなことがあったと話してもまともに取り合ってはくれません。ですがその日からしおりの身になんだかおかしなことが降りかかるようになります。例えばある夜、閉まっていたはずの扉がギーッと音を立てて開いたり、洗面所の鏡に背後に迫る女性の影が見えたり、お風呂場に長い黒髪があったりということが起き始めました。あの人が来た、そう直感する。ある日母親が仕事が終わらず帰りが遅くなると連絡がありました。こんな怖い状況で夜まで一人きりということになってしまったわけです。当然何もないわけがなく、しおりが勉強していると閉めていたはずの自分の部屋のドアがギーッと音を立てて勝手に開きました。もう一度部屋のドアを閉め、しおりはベッドに潜り込みます。ベッドからドアの方を見て、いい加減にしてよ、私が何したっていうのとしおりは怒り始めます。ですがしおりがふと自分の背中の方を見ると、なんとそこには青白い顔をした真っ黒の髪の女性の頭部があったのです。驚いたしおりはベッドから飛び降りました。その青白い顔の女性はベッドから這いずりしおりへ近づいてきます。しかし腰を抜かしてしまったしおりは立ち上がって逃げることができません。そしてその青白い髪の女性が立ち上がると、それはあのインターホンを鳴らし続けた女性だったのです。徐々に近づいてくる女性と逃げるしおり、ついに女性がしおりのことを掴もうと手を伸ばし間近に迫って、もうダメかと思った瞬間、家の電気がパッとつき、ただいま、玄関から母親の声がしました。すると先ほどの女性の姿は消えていました。ですが床には長い髪の毛が落ちていたのです。その後しおりは足も治って無事に学校に通うようになり、それ以来その女性の姿を見ることはなくなったということなんです。ですが彼女はもしかするとまた誰かが入ってくれるのを待っているのかもしれないということなんですね。いかがでしょうか。本日の鳥肌ストーリーは100。勝手に終わらされてる。しかもなんで100なんですか。怖いから。いや鳥肌怖い、怖いよ、これもうマジで怖い。まあ鳥肌スコアですからね。そういや怖いよね。まさか卓球がそんなことになるなんて。卓球、ええピンポン、ええ疲れたら死ぬ黒い影。このエピソードは2005年に放送された回で、その名も死神。まあちょっとダイレクトすぎますよ ね。 そうね。ちなみにキャストは武田真治さん。はいはい。やっぱりこの本校はですね、本格的な俳優さんが起用されるからすごい怖いんだよね、やっぱね。なんでさっきのあややだけ言わへんかったの。あ、そうです、飛ばしちゃったですね。あややもすごいですから。おー、そうですよ、はい、当時は不況の影響でリストラの嵐が吹き荒れ、サラリーマンの倉橋さんもその脅威にさらされていました。そんなある日、激しい腹痛とともに血を吐いて病院に運ばれてしまいました。そして3日間も寝たきりの状態からようやく目を覚ますと、そこには担当してくれていたであろう医者の姿がありました。一本電話を、やりかけの大事な仕事があるんですと言うと、医者はあなたは生きるか死ぬかの瀬戸際まで行ったんですよ。そしてその医者が倉橋さんのそばから離れると、その背後には何やら黒い人型の影がいたのです。その後倉橋さんは一般病棟に移りましたが、経過を見るために入院生活は続きました。そして場面は倉橋さんの妻と娘がお見舞いに来ているシーンに移り、娘さんからは手紙が手渡されます。二人が出て行った後、倉橋さんはふと横のベッドに寝ている患者に目をやります。その患者は寝ているようでピクリとも動きません。するとその患者に自分が目を覚ました時に見たものと同じ影が近づいていくのを目撃してしまいます。そしてもう一度目を隣に戻した時には、その影はどこにも見当たらない。この時倉橋さんはまた目の錯覚かと思いましたが、妙な紫も同時に感じていたのです。するとその夜、先ほどの隣の患者の容態は急変し、翌朝に息を引き取ったと言います。倉橋さんはこの時もうすでにあの黒い影と隣の患者の死が何か関係しているのではと考え始めていたそうです。そんなある日、お絵かきをしている娘と病院のラウンジで過ごしていると、同じ病室の西村さんが話しかけてきました。世間話をした後、西村さんは倉橋さんの娘が描いていた絵を覗き込みます。何を描いているのかな。お父さん、こっちがお母さん、これがゆか。そうか、じゃあこれは何。
何かを指さします。すると娘はいきなり黙り、首を振ってスケッチブックを閉じてしまいます。倉橋さんの妻もやってきたので、西村さんは病室へ戻ろうと席を立ちました。ですが倉橋さんがその後ろ姿に目をやると、なんとあの時に見たのと全く同じ黒い影が西村さんのそばにいるのが見えたんです。そしてあの時と同じように数日後、西村さんも帰らぬ人となってしまったのです。ある日夜遅くにうなされて目を覚まし、ふとテーブルに目をやると、娘からもらった手紙とお絵かき帳がありました。そこには、お父さんへ早く元気になってねゆかという手紙と、元気なお父さんお母さんなどの文字とともに絵が描いてあったそうです。倉橋さんはそれを見ながら、とにかく元気になることを最優先にしようと、妻に電話でその思いを伝えながら娘のお絵かき帳をめくっていきます。ですがあるページには衝撃の絵が描かれていました。なんとその絵には倉橋さんと妻、娘の3人以外に、なんとあの黒い人型の影が描かれていたのです。そして倉橋さんの視線を上げた先には、廊下の奥にあの黒い影が佇っていたのです。しかもその影はどんどんとこちらに近づいていきます。倉橋さんは公衆電話の受話器を落として、急いで必死に暗い病院の中を影から逃げ回ります。ですがあの影はどこまでもどこまでも追いかけてくるのです。倉橋さんは闇上がりのため、どんどん近づいてくる影から完全に逃げ切ることはできません。それでも必死に逃げていくと、偶然扉の開いていた部屋に逃げ込みます。しかしその部屋はなんと霊安室だったのです。するとドアがギーンとなり始め、今にも開きそうな雰囲気になってしまいます。ドアが開かないようにするため、倉橋さんは必死にドアを押さえつけます。するとドアノブは静かになり、ドアを開けようとする音が止まったのです。倉橋さんが部屋から出ると、あの影はどこにも見当たらず、静かな廊下が広がっていました。倉橋さんが病室へ戻ろうと歩き始めると、ふと背後から視線を感じました。恐る恐る後ろを振り返ると、なんと真後ろにあの影が佇み、にんまりと笑って倉橋さんのことを見つめていたのです。その後倉橋さんが目覚めると、そこは病室のベッドの上でした。倉橋さんは霊安室の扉の前で倒れていたそうです。倉橋さんはその後黒い影を見ることはなくなり、無事に退院することはできたそうです。ということで、まあ、最後ちょっと、ね、ハッピーエンドみたいになってますけども、ヤス君もね、黒い影を見て、そのバイク乗りの人に黒い影がついてて、その後バイク事故が目の前に起こって、その方多分お亡くなりになったみたいなこと言ったじゃないですか、はいはい、黒い影って見える人に見えるっていう、だからヤス君に見えてたから、俺の中ではこれ本コアの話なんやけど、フィクションだと思うんやけど、実際に本当にあった怖い話ってそのまんまやなと思っちゃった。確かに、余計怖いな、そう、余計怖くなっちゃったんよ。ということで、本当はね、スタッフに用意してもらった話もう一個あったんですよ、呪われたカラオケって、はいはいはい、もうちょっと怖いから、はい、終わろうと思ってるんですよね。やっとそう、可能な限りその状況は伝わりに、その感情込めて読んだけど、こう本番のフォアコアは怖い BGM もついてるから、さらに煽ってるよな。確かに、そう、だから皆さん、興味ありましたらね、また、やりたいと思います。一応高評価チャンネル登録よろしくお願いします。それではバイ、 See you。 怖かった、もうめっちゃ怖ないこれね。よいしょ、怖かったね。君がいたらわったら無情にもカラビナほどけてゆく希望ロリフォーリー人の理想に予言は入り込めない。君がいたいらわったら理想にカラビナ船の涙時計のように稲妻のようにめくるめくオーダーさ